平野紫耀、ジャニーズ界の新生、無双の SNS 指示を獲得。ジャニーズ界で新たな風を巻き起こしている平野紫耀が、その魅力を遺憾なく発揮し、SNS の無双状態に突入しています。ジャニーズ事務所からの移籍後、独自の魅力を発揮する平野が、ファンから圧倒的な支持を受けていることが明らかになりました。 無双の SNS 指示2023年7月7日、ジャニーズ事務所からの退場を発表し、滝沢秀明氏が主催する新事務所、とべに合流した平野氏要。その際、平野は公式インスタグラムを開設し、ファンとのコミュニケーションの場を提供しました。 驚くべきことに、わずか2日間でフォロワーが275万人を超え、ジャニーズ事務所所属の他の人気グループを凌駕しました。この数字は、ジャニーズ界でも異例の速さであり、その無双ぶりが際立っています。嵐の公式インスタグラムは439万人。 キムタクこと木村拓哉の公式アカウントは397万人のフォロワーを抱えていますが、平野紫仕様はこれらの虚勢を追い抜いたのです。特に注目すべきは、スノーマンとキング、リンチェといったジャニーズ事務所の成長株の公式アカウントはという間に抜き去ったことですデップス,スノーマンは200万人、キング。 リンチェプリンス234番人のフォロワーを持っていますがヒラの仕様はその壁を軽々と突破しましたタップ。この事実から平野が Z 世代と呼ばれる若い世代に絶対的な支持を得ていることが浮かび上がっています。ヒラの仕様の多用する SNS ヒラの仕様は SNS を積極的に活用しファンとのコミュニケーションを大切にしています。 ジャニーズ事務所退場後も様々な情報や写真を投稿しファンとの絆を深めています。その活発な SNS 活動が彼の人気を支えている一員と言えるでしょう。また彼が5月にジャニーズ事務所を退場した後も P&G 社のパブリンズのテレビ CM に出演し続けています。 現在の契約は今月中旬までとされていますが、その後の展開には注目が集まっています。ファンや芸能関係者は、平野耀が CM のイメージキャラクターとして続投するのか、あるいは他のジャニーズタレントが代わりに起用されるのか、興味津々でしょう。平野耀の強固な人気兵や仕様の人気は、 ジャニーズ事務所の性加害問題にもかかわらず、変わることがありません。岡本カウアン氏が外国人記者クラブで性被害を明らかにした際、平野氏耀もその場にいたとする発言を行いました。この発言により、カウアン氏は非難を浴びましたが、一方で平野に対するファンからの全面的な擁護の声も広がりました。 カウアン氏と平野ノシはかつて同じユニットに所属しており、その関係性が注目を集めました。もともとはジャニーズ事務所のコリ氏メンバーとされていましたが、岩橋玄樹と神宮寺ゆ太は健康上の理由から芸能活動を休止し、マリウス派は体調不良による芸能界を引退しました。ジャニーズ事務所の氏メンバーであったにもかかわらず、 メンバー全員が事務所を退所したため、このユニットの存在はジャニオタの間でなかったこととされています。ジャニーズ事務所の性加害問題について、第三者委員会がどのような調査結果を出すかはまだわかりませんが、カウアン氏の爆弾発言による性被害疑惑をくぐり抜けた平野耀の人気は堅実であり、今後も安定した支持が期待されます。 続投の可能性潜在や消臭スプレーのイメージキャラクターとして、平野紫耀は最強の座に君臨しています。その魅力的なイメージと積極的な SNS 活動が商品のプロモーションに大きく貢献しています。しかし、彼の CM 出演が続行されるかどうかについては不透明な部分もあります。契約は今月中旬までとされており、 その後の展開が注目されています。ファンや広告関連の専門家は、ヒラの仕様の成功を支える要因として、CM での続投を期待しています。しかし、競争の激しい広告業界において、常に新しい展開が待ち受けています。ヒラの仕様が CM の顔として、さらなる成功を収めるのか、その行方に注目が集まることでしょう。 平野紫仕様はジャニーズ界で新たなスターとして躍進し、SNS の無双状態に突入しています。ジャニーズ事務所からの移籍後も多くのファンから支持を受け続け、その魅力は広告業界においても大いに活かされています。ジャニーズ事務所の性加害問題にかかわらず、彼の人気は堅調であり、今後の活動にも大いなる期待が寄せられています。 彼の続投が広告業界での成功につながるか、その行方に注目が集まります。平野仕様のこれからの活動にも期待が高まるばかりです。